荒川に夏の日差しがまぶしく輝く頃、祭り囃子が下町に湧き起こります。祭りがやってくるとじっとしていられないお年寄りがいます。荒川区指定無形文化財保持者の一人、長沢金次郎さん、号は高永喜。荒川三丁目で鍛金を生業としています。銀の花かご作りが始まりました。まず図案を練ります。光り輝く銀の粒、息子の竹久さん、孫の俊久さんも黙々と土をふるいます。10坪余りの仕事場に緊張感が走ります。図案に基づいて制作に取り組み始めました。引き延べしてもらった純銀の延べ板を花かごの寸法に合わせて切っていきます。鍛金は素材を叩いて形を作り出していきます。鍛金の命は土。金次郎さんは急須、茶釜、果物かごなど作品によって土を使い分けます。木づち、金づち、いろいろあります。打ち出しが始まりました。長年鍛えた腕の冴え、鈍く光る銀の延べ板が金槌に叩かれ、土目が刻み込まれていきます。叩き続けて70年、金次郎さんは明治40年京都に生まれました。13歳の時この道に入り、大正13年に上京、昭和8年浅草かっぱ橋で独立、26年、今日の荒川三丁目に住居を構え、鍛金一筋に生きてきました。
職人の命は手。少しぐらい体の具合が悪くても手が動けば仕事をする。年季に支えられた技量と若々しい情熱が土に込められます。昔はこういう伸ばすのにみんな金槌使って伸ばした。それがために全部この地金こさえるのが基本なんです。それでこういう土を使うことになる。これをだん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 伸ばしていくんです。縦横に伸ばして、そして伸び上げたもの、これがもう大体の基本なんですね。昔は打ち物師っていうと、もう伸ばすのが基本だった。今は機械で伸ばしますがね、大体はね。であと加工するのはやはり金槌、土目は手でなきゃ絶対打てない。鍛金の道具にはハサミ、台切り、ハチノス、金床、取り口、土、文様は土目、ゴザ目、ナシジ、アラシ、岩石、網目、カゴ目、皆オリジナルです。花籠の要ともいえる底の部分を叩き出します。花籠にふさわしい気品に富んだ丸槌目が刻まれます。木槌を叩いて粗締めをし、鳴らし槌で歪みを取ります。なんて言いますかね、片っぽが伸びるでしょ。伸びるとベロ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 ってしちゃう。で、真ん中が伸びますとポコン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 となるんですよね。それをわきまえてやれば、真ん中これがポコンポコンポコンといった場合は伸びすぎてるというわけで、周り叩けばまっすぐになる。金次郎さんは父親や祖父として、また職人としても恵まれた境遇にあります。三代にわたって一緒になって働ける幸せは、絶えず心の張りになっています。俊久さんを指導。竹久さんは中堅の職人です。続いての工程は胴となる部分の折り曲げです。木製の当てにあてがって木槌で叩いて粗締めをします。ここでも歪み取りが行われます。歪みが出れば直し、直しては鍛えて先へと進みます。次は網線、つまり
銀線のひご作りです。金次郎さんは元来器用な太刀で、道具類はもとよりこのひごも自分で作ります。純銀の延べ板を大バサミで切り、吹き台でガスの炎により生します。さらにプレスの蹴飛ばしにかけ、かまぼこ型にひごを抜きます。このかまぼこ型のひご作りが金次郎さんの独創性豊かなところです。かまぼこ型だと編んだ時優雅さに富みます。これは昔ながらの当てでのひご作りです。短く折り曲げるひご、金次郎さんの網が始まりました。編み方には作品の持ち味を生かしていろいろあります。四つ目編み、ざる編み、網代編み。金次郎さんの花籠はかごめ編み、またの名をむつめ編みとも言います。金次郎さんは根っからの職人です。手がものを言います。鍛え抜かれ節くれた指先。一日仕事の合間を縫って金次郎さんは昔懐かしい浅草のかっぱ橋にやってきました。機械化されて打ち出される食器類、訪ねる家や台も変わってしまいましたが、しかし独立当時の思い出は昨日のことのようです。花籠作りが大詰めに差し掛かりました。縁を巻きます。
最後は銀線を中に入れての取っ手作り。ここにも金次郎さんの本領が発揮されます。かたくななまでに美を追求するその腕から丈夫で繊細な取っ手が出来上がります。これで終わりですよ。はい、結構です。優美な花かごが誕生しました。お手製のとっくりにおちょこ、夜好きな酒を楽しみながら手がけた作品に語りかける金次郎さん。わがままもありましたね。でも嫌な時はもう2日も3日も仕事しないから気に入るともう夜夜中でもやるんですよ約70年この仕事に従事しております、一本でやってきましたからね、はい、でもこういう仕事でございますからね、まあ本当にね、自分でよく今までやってきたなと思いますよ明治に生まれ、大正、昭和、平成と土を振るい続ける長沢金次郎さん82歳。職人としての心意気は老いてますます盛んです。